暇してなかったね。来たかと思ったら U149 の子だった。ああそうなんだね、結城春さんとバリさんなんですね。まあこれはねいいんだ、いつも U149だからさ。問題は次よ。来ましたね。はい、というところで、髪長くない？髪長くない？はい、来ましたね。はい、ありがとうございます。はい、というところで、どうも美容25でございます。というところで本日からですね、始まりましたシンデレラフェスノワール、まあ、追加アイドルの方が、島村うずきでございました。はい、まあ、私あの島村うずきだっていうことはね、まあ、なんかもうやっぱこう空気感で分かったというかさ、まあ予想はされてたじゃないですか、ね、シルエットも出てたしさ、分かりやすかったと思うんだ。で、まあツイッターの方でも、先にちょっと見ちゃって、間違ってその見る気はなかったですよ。ただ、間違って見ちゃって、あれだったんですけど、まあ、ヌーズキってことは分かってたんですけど、特訓後の方ですね、あれは分かんなかったんですが、めちゃめちゃ髪長いね、なんか。ねえ、なんか、すっごい髪長くないこれ。これ大きくはできないよね。なるほど。まあいつもとちょっと髪の形が違うというのがね、今回のこのノワール要素なのかなというふうに思うんですが、目の色も若干違うのかな、なんかちょっと赤い気がするんですよ、うん、というところでうずきが来ました。知らないかもしれないけどさ、私一応その島村うずき担当なんですよ。だから今回は引きますので。よろしくお願いします。この動画でね、この動画で、バッて大型に引くんじゃないんだけど、まだ別の動画でね、ちょっとあるんだけれども、今回は、うずきだったよっていう、動画でございます。はい。ちょっと無料単発が1個あるんで、ちょっとこれ引いていきますか。いきましょうか。あ、さすがになかったね。はい、というところで、うん。じゃあ、そんな感じでね、この、うずきをね、引いていくわけなんですけれども、現状、アイテムが今どのくらいあるんだろう。ガチャチケットが7枚。ちょっとな、心もとない気しますけどね。で、石の部分ね、7436というところで、お前そんなんで足りるのかって思われるかもしれないけど、安心してくださいよ。まさか私がそんなね、7000個で挑むわけないじゃない。さすがにそんな少ない個数では挑まないですよ。ちょっと待ってね。こちらになりますね。11月25日の、スタンプログインボーナス14日目の100個、これ以降私は一度もスタージュエルをボックスから受け取っておりませんので、プレゼントから受け取っておりませんので、ここまでにたまった分が、ございます。果たしていくつになるのかというところすごく楽しみなんですけれども、それも含めね、うずきの方に全力でぶつかっていこうかなというふうに思っております。正直そのシンデレラフェスのワールドなんで、まあ、シンデレラフェスなんで、SSR に困ることってもそうそうないと思うんですよ。うん、ただ問題は、うずきを出せるかどうか。まずその、多分だけど、いくら11月の25から貯めてるといえど、さすがに天井分ないとは思うんです。天井だったらいくつ？天井は、なんぼ？デレステって天井なんぼ必要なの？ちょっとわかんないですけど、ね。さすがにね、天井分はないと思うので、うん。まあ、そこでその、SSR は引けても、うずきを引けるのかっていうところは少し心配かなというふうに思っております。私一度シンデレラフェスノワールで、担当が4ヶ月連続で来た時、コヒー引いたことあるんですけど、60連して SSR めっちゃ出たんですけど、コヒーすっごい抜けていきまして。それもあってね、ちょっと心配な部分はあるんですが、まあ、とりあえずそんな感じでね、うずきの動画が、まあ、近々上がるというところを皆様お楽しみください。ありがとうございました。チャンネル登録の方もお待ちしてますので、よろしくお願いします。では、バイバイ。